はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんです。さあ、パズル&ドラゴンズパズドラでございますけれども、銀玉コラボが来ました。今回僕はもう石が0個なのでね、ガチャ引くことはできないんですが、ちょっとまあお金が入ったらどうしようか迷ってるんですけども、とりあえず今のところ引くつもりはないんですが、このまあ歌舞伎町超地獄級っていうね、このねダンジョンね、まず早速初見で S ランクを取ろうじゃないかということで頑張っていこうと思います。いや、どんなダンジョンか全然わかんないんだけど、いやコラボ嬉しいですね。僕も嬉しいですよ。そんなわけでパズドラ銀玉コラボ開催中ですぜ。じゃあやっていきましょうか。いいね、欠損もしてない。今回ブラスカとラグドラの、このね HP 普通になんかめっちゃ高いこのね編成できてるんですけども、最近はもうもっぱらこれでずっとね、S ランク取ってますよ。まあなんか最近いろいろ来てたじゃない、あれ全部これで S ランク取って、マジでさ、ブラスカとラグドラのこの相性の良さやばいよね。ブラスカは確かに強いリーダーだと思うんだよ。でもそれをさらに強くしてるのは紛れもなくこのラグドラのおかげだなって思うんですよね、僕は。うん、なんだっけ、バーバラ&ジュリーだっけ、なんかああいうのも来てたけど、やっぱりね、やっぱりラグドラを活かせるこのブラスカってのはすごく強いなって、まあ僕がバーバラ&ジュリーを取れなかっただけなんだけどバラジュリに僕あれだよ、ジョイラとかさ、あとあれだよ、イシスとか入れて使いたいとは思ってたんだけど出なかったからさ、夏休みガチャね引いたんだけど、せっかく引いたんだけど出なくてね、あもうすごく悔しいですけども、まあもうちょっとお金ねかけるのもちょっと厳しいので、うんまあこんぐらいにしとこうねみたいな、そんな感じですよ。いいな、 BGM がすごくなんか軽快な感じで、これあれ曲中じゃない、作中の中の曲か。よーし、よかった、全然今倍率出てなかったもんね。うわ、しょぼとか思ったら、そうだよ倍率出てないじゃんと思って、そうだよそうだよ当たり前だよ、それはしょぼいわな。でこれでこんな感じでいいかな、いいよねこんなで、よいしょ、はい、多分これでちゃんと抜けると思うんだけど、うわー次闇遠いな、何回そう、全然背景に関係ないよこの人、全然確かに関係ないねマジで気分もクソもないな、これ1回でもあれだね、このターンは暗闇をやあれしてあれしようか、これでなんか聖地チックな感じでできたらいいな、なんかちょっとやってみる、あいいんじゃない、いや割といいんじゃないですか、あいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、できてるでしょ、割とできてる、いくよー、よいしょ、ほら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 、あらあらあら、聖地できるマンになってる、もしかしてちょっとなんか町になってないからなんかなって感じだけど、これ町になってないんだよな、あーまあいいか、いや、はい、7コンボいければいいですよ、多分これで木2コンボ入ったしいけるよね、はい OK、 素晴らしい、全然いける、天然パーマに悪いやつはいない、危ねえ、いて、うわ結構痛い、ああ大丈夫だ、もうブラスカマジでさ強くない、本当にブラスカマジで強い、これどうしようかな、どう行こうかな、あつなげるとやばいからなるべくつなげないように、あいいんじゃないこれ、あいいんじゃないですか、あいいんじゃない、落としにもなってて、あいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、うえー、これを絶対いった、さよならペン、はい、ということで、初見 S ランクこんな感じでございました。あれだね、先生がちょこちょこ来たりだとか暗闇がちょこって来たりとかなんで、まあうん、そんな感じですね、比較的 S ランクは取りやすいダンジョンなんじゃないかなっていうことで、はい、いろいろ出ました、ジャスタウェイ あったな、あれ何これ、モンスター交換所でいろんなモンスターと交換できる、何なんか今回いろいろ来たのか、そういうのが、いいね、ジャスタウェイの、あちょっとね、ジャスタウェイの、あまあいいや、でこれで S ランクが取れたかどうかだよ、さすがに取れたと思うけど、A ランクだ、嘘、コンボ足んない、マジで、一旦あれだ、遊んじゃったからだ、うわちょっと頑張る、フフフフフ。
コンボが低かったね。おお、スキル遅延してくるんだ、リダチェンできないと。なるほど、はいはいはい。よし、うわ、平均レアリティ、これブラスカ2体にしたらめっちゃあれじゃん、得点高っ。あれですね、中身全部抜けばリダチェンも来ないから、うん、これだね。なんか HP2 倍リーダーを入れれば大丈夫でしたね。で、最後の銀さんのとこも割合だったんで、うん、そうだね、うん、ターンかけても全然これなら S ランク取れました。だから4枚抜きで頑張りましょう。それじゃあグッドバイバイバイ。